しの時間ですよ。舞先生の周りに集まってね。ああ、佐藤、ちゃんと先生のとこ来て、遊ぶの終わりね。佐藤君もほい、こっち来て。はい、返事くん来たね。大丈夫？よし、じゃあ今日のお話は村山和子さんのかわいいヤギさんです。みんな聞く準備できた？いくよ。かわいいヤギさんはね、8つになったの。お母さんに連れられて学校へ行ったのよ。動物学校でね。ヤギさんにはおひげが生えていました。ところがそのおひげを見てみんなは大笑いをしたんです。ヤギさんはとっても恥ずかしかったの。お友達のお猫さんがね、まさにおひげを切りなさいと言ったの。ヤギさんはどうしたと思う？ね、ヤギさんはチョキッとおひげを切ってしまいました。お机の陰でね。ひげなしになってお家へ帰ってきたら、お母さんは驚いてヤギさんを叱ったの。でもヤギさんは平気な顔をしていたんです。それでもお母さんは親類中のヤギさんたちにお手紙を出しました。大変、すぐにやってきてくださいってね。そしたらみんなどことか走ってきたの。みんなひげなしのヤギさんを見るや否や、怒り出すわ泣くやれて、もう大変な騒ぎ。でもね、みんなどうしてよいやらため息をつくばかり。仕方がないので、お母さんはみんなからおひげをね、3本ずつもらったのね。みんながもらったのよ。それを糸で縛ってヤギさんの顎につけたのその格好がとってもおかしくって、みんな大笑いしたの。それでおひげが生えてくるまでそのまま放っておくことにしたの。ヤギさんはとっても恥ずかしかったのよ。おしまい。